はい、こんにちは。今日はですね、82年生の、これはメイドインコリアですね。はい。のオセアニアだと思います。オセアニアのキャンバス。普通のオセアニアですと、いわゆる普通のナイロンなんですけれども、これはこうキャンバス地になってます。でこれベージュに焦げ茶のラインなんですけれども、うん、先日イーケーターと一緒で個人的にベージュベースのスニーカーが結構気に入ってます。うん、これ、82年で、ちょっとこれもう結構履き込んでるんで、消えかかってますけど、スウォッシュはオレンジじゃないですね。うん、で、縦ナイキなんですけれども、台湾製とか韓国製のこの後ろのロゴ。で、こう、なんでしょう、ちょっと太くて、サイズも小さめな、感じですね。日本製とかアメリカ製だと細めで、本当がね細めでこうすっきりした感じなんですけれども、こういったちょっとぼってり小さい感じがほとんどだと思います、うん、結構履き込んでるんで、ここまでこうなんでしょう、つま先はこう日に当たったり雨に濡れたりして少しこう色が抜けちゃってる感じになっていますね。うん、このぐらい82年、縦ナイキの時代までですかね、ナイキのスニーカーでランニングシューズでいけてるのは。この焦げ茶っていうのがね、いいですね。かっこいい、はい、ということでヴィンテージスニーカー最高です。ではまた。